ちゃんがいないため、もうなんかじゃんけんする間もなく、キモセンサーのエルザが、私の顔に何かついてる、バカった、おいキモセン、ブス戦ブス戦さあ三略してブス戦一人チームやさてどういう試合になるか。さて一度はチームを組んでいたトミー坊主がこの場でキャラを変えて対峙する。差し合いはまず空対空が強いバイスが勝って、だがちょっと暴れたところ4子がカウンターで当たる。昇竜から EF、 ここら辺はしっかりしている。しっかりと立ち4-2のループを決めてダメージを持っていく。たまらずにバーストをして、状況はエルザ側が悪い状況。おっと立ち入れが綺麗に引っかかって、剣を持った状態のマイスの判定が強すぎて、地上戦もしっかり制して一本取るのは、なんと二元砲弾やったっけのバイス。あー一生バイス剣持ってたら俺もメインキャラやってんけどな。昇竜からしっかり EF コンボ、水だから何ループするんだ、ようわからないけどループして、今10もしたで剣を持った状態で、しっかりジャンシージャイニーでダメージも取って、と投げに行ったところ投げられたとか、差し合いになる。おっとジャンビージャンシーしっかり当てたがコンボにはいけず、とタッチシー指導のコンボはさすがに痛いと見たが、たまらずマスとして剣を装備するが、剣を装備したところ刺されて、エルザガード置き攻め、しっかりと置き攻めがヒットしたが八角を逃してしまって、適当に走っていてグレードを当てたキモセンサーさんが一本取る。さあ最終ラウンド、状況的にはエルザ側がゲージがあって有利だが、水玉を出してダッシュグレードだが、すかさしたがコンボに行けず、エルザ側がごまかしてジャンシーでめくる。体力的にゴムになって、おっと超昇竜から当然追加攻撃入れて、あれ技名真剣に追加攻撃らしいね。でしっかりと 4C で受け身を勝って状況を作っていったが、勝ち加護を伸ばしてバイス側に目が出てくる。ジャンピーでぶっ込んでそれが当たって、はい上のリーグいきます。アズナアカネブロディラブエルザー、対するはダンスよく法天地域からリーチ台湾エコー最後は 2B で暴れて、エルザが1本取って大将をひっくり返す。ケチャン多分下でブレブルーちゃん探しに行った方がいい。ナス様よくやった。はい、あケチャンさんがいないこと、あ負けたけどケチャンさんがいない、えうんケチャンさんが戻ってくるのはどうしようもないんちゃうの。でもそれってどこのチームだっけ、上かここか。はい、さあで先方対象戦になるファンガリスライム、いつも通りスライムを選んで、猫センサーって名前で出てるキモイトミーのエルザが先方を制して、2日間ぐらい練習したとキモイ言い訳をしているが、どういう状態になるか。スライムがしっかりコンボを入れて、ワンコンボをきっちり引っかからの最大を制して入れていって伸ばしていく。差し合いになって 4C が相殺して、おっとしっかりとジャンシーでめくって EF コンボ、赤いが最後までつないで、だが足バレを刺したのはスライムのジャンイーが見えずにエコだから長剣、
一本戦車緑のスライムパンガリスライムが制して、さて2本目、隣ではディスクラリーチェが1本キャメユーの赤でも取っているところ、しっかり足払い締めで状況を作って投げ、スカリからもう一度投げ、前出しクレードが綺麗に刺さったがコンボにはいけず、ジャンイーでめくってたまらずにバースト、3フレーになった A クレードをばらしていったが当たらず、空中でキラが張り切ってコンボを食らってしまったが状況はキラ有利、グラディウスを総再生で打っていったが後ろの方の当たりで当たらずに状況が悪くなってきた。おっと最後は空中に飛んだところフライングドライバー入れて大将取り返すバンガリスライム。さて白井黒子やったかな、キモい名前のケちゃんが次出てきて、さて開幕はゲージタメと後ろに下がる状態で差し合いになったが、ジャインを刺していったがコンボには行かず、隣の試合がちょっと気になるが、タイガーショットで下段まで入れて、おっとしっかりとワンコンボリーズが来られたが、しっかりキラが入れて縦設置、大人形がいてて上に行くしかなくて、そこそこやって総再生になったところ2回目で投げてキラ側がダメージを取っていく、ミニオンのところに行ってらっしゃい、アッパが乗ってってコンボが赤くなったが気にせずにもう一度人形のところと受け身を取ったところ投げて、おっとずっとやっていたバンガリスライムが一本取る、猫魂カエルみたいに変なモーションで当たって置き攻めは、おっと地面泳いだが人形の攻撃で浮かされてしっかりとエリアル、最後は赤だったが気にせずに当たって壁際ではめられる、投げ10割投げを食らってタッチで素材取りに行ったが人形を掘られて、しっかり2ループで1本取り返す白井黒子リーズ、おっと美味しく人形が引っかかってコンボはいけなかったがダメージはいっぱい取った、スライムが泳ぐところリーゼのテンション100列圏で潰されて、おっとジャンシーが綺麗に当たって EF コンボ、これはカウンターヒットだから減るが縦設置だが人形がいて、総裁したがおっとバーストで拒否って状況は体力的にはリーズ有利だが1回当たったら死ぬ状況、たまらずにバーストをして差し合いになる、人形で病壁を作ってただ長剣で人形を潰していく、空中の投げを入れたが差し合い、おっと後ろに泳いでこの D ボタンを押すとこのゲームの何か起こる、何か起こったところしっかりとアルマゲドンバスター入れて取ったのはパンガリスライム、私は生きる、おっと B ブロックなかなか熱い試合展開になってきたか、次はどうします、